ザンビア北西部ザンベジ近郊でのザンベジ川、ジンバベ共和国内の主な高校遺跡と川の一図。インゴンベイコールイレでの町と初期のモノモタバ王国は、ザンベジ川を利用した交易が繁栄の契機となった。ザンベジ川は、アフリカ南部を流れインド洋に注ぐ河川である。全長は2 7 5 0トル、2 7 3 6トル。 2740km、2470km 27 24。ナイル川、コンゴ川、ニジェール川に次ぐアフリカで4番目の長さの川である。ザンビア北部に源を発し、アンゴラ、ザンビア、ナミビアと流れた後、ザンビアとジンワブエ国境を流れ、モザンビークに入りインド洋のモザンビーク海峡に注ぐ。途中には、世界三大幕府の一つ、ビクトリア滝や。タキア 他に茶沼ゴニエダキもある。大型船は川口からモザンビークのテテまで航行可能だが、そこから上流はカボラバッサの急流に阻まれ、訴上は不可能である。中流、上流域は急流が多く、カヌーや丸木船を除き航行はほぼできない。主な支流はカフェ川、ルアンブワ川、及びマラウイ湖を水源とするシーレ川などがある。 ザンベジ川には、チニンギ、ビクトリアダキ、チルンド、テテの4カ所にしか橋がかかっていない。流域には、水力発電所が2つある。1つは、カリバダムでザンビアとジンバブエに、もう1つは、カオラバッサダムで、南アフリカに電力を供給している。カリバダムによってせき止められてできたダム湖であるカリバ湖は、世界最大の人造湖である。ザンベジ川には、怪物魚がいると言われ。 釣り人が川に引きずり込まれる事件が次々と報告されている。その姿は地元の人の説明では蛇のような魚だという。その魚の名はソロモンフィッシュともマズンダとも言われ場所によっては名前が様々である。特に有力な説としてカリバダムのカリバ湖周辺に巨大魚が住み着いているらしく、そこではブンューというナマズの一種で体調は 最大のもので3メートルとも5メートルとも言われているが、定かではない。イギリスの生物学者、釣り師であるジェレミー・ウェイドが、自身の番組、怪物業を終え、にて、分量を釣り上げた。ありがとうございます。